国賓としてイギリスを公式訪問中の天皇皇后両陛下が戦争で命を落としたイギリス兵の墓を訪問し花を供えられました。日本時間26日未明、ロンドンのウェストミンスター寺院に到着した両陛下は出迎えた司祭らと挨拶を交わされました。両陛下は寺院の中にある無名戦士の墓のそばに立ち、 墓の由来に耳を傾けられました。この墓は、第一次世界大戦で亡くなった無名の一人のイギリス兵の墓で、これまでの戦争で命を落とした全てのイギリス兵を悼む象徴です。陛下はバラで作られた花輪のリボンを整え、皇后さまと共に拝礼されました。両陛下は首席司祭の案内で聖火体積や病を視察し、皇后さまは、時折、 ステンドグラスを見上げられる様子もありました。両陛下がウェストミンスター寺院を訪問されるのは、おととし9月のエリザベス女王の国葬に参列して以来およそ2年ぶりです。